こんにちは、タクプロです。今日は月間150キロランナーのロング走というお話をしていきたいと思います。みんな大好きロング走の話でございます。ロング走は一度はやったことがある方がほとんどじゃないかなと思うんですけど、そのロング走のやり方間違っていませんかというお話です。よくあるロング走というのは、フルマラソンが近づいてきたら、要はマラソン大会が近づいてきたらやるものだ、いよいよマラソン大会走るぞみたいな時に出てくる練習だと思っている方が結構いるんじゃないかなと思います。フルマラソンが近づいてきたら 2,3 回やるというのがロング走のイメージなのかなと思うんですけど、なんかちょっとそのやり方ちょっと危ないなというふうにタクプロは思ってます。さらにそのフルマラソンが近づいてきたらやる 2,3 回やるロング走、多くの方が30キロ走イメージしていませんか。もうロング走イコール30キロって思ってる人もいるかもしれないです。でもよく考えてみてください。月間150キロの人がやる30キロ走と月間500キロ踏んでいる人がやる30キロ走って、同じ30キロ走ですけど、人によって30キロ走の重み結構変わりそうじゃないですか。500キロの人がやる30キロ走の方がなんかちょっと軽い感じしますよね。150キロの人がやる30キロ走って結構重たそうじゃないですか。なのでレース前に近づいてきたらやる30キロ走っていう名前の練習、これは150キロの人がやったら結構危険だと思うんですよ。しかもフルマラソンが近づいてきたら 2,3 回やるってことは普段やってないはずなんですよ。普段やっていないし、月間150キロに対して30キロという結構重たい練習を、要はイベントみたいな感じですよね。フルマラソンが近づいてきたらやるイベントみたいな感じで、なんか不安解消、みんなやってるからやるもんだって思ってやる30キロは結構危険だと思います。タクプロが考えるロング走はちょっと違うんですよ。その説明を今からしていきたいと思います。タクプロが考えるロング走は月3回のペースで継続してやるものです。要はマラソン大会が近づいてきたらやる特別なイベント的な練習ではなくて、毎月3回もう定期的にずっとやっていく、継続してやるものがロング走というふうに思っております。ポイントです。月3回のペースで継続してやるためには何が大事かっていうと、ダメージを残しちゃいけないんですよね。安全にやらないと頻度が上げれないので、そのために大事なのが30キロ走っていう距離は決まってないんですよ。人それぞれ安全にできる距離違うじゃないですか。なので距離は月間走行距離に応じた距離っていうのがタクプロのロング走の考え方です。なので30キロ走やりましょうとか言うんじゃないんです。月間150キロの人だったらこれぐらい、月間300の人だったらこれぐらい、月間500の人だったらこれぐらいというふうに、月間走行距離によってロング走の距離は変わるんです。どういうふうにロング走の距離を出すかっていうと、月間走行距離割る4をやると週間走行距離が出ます。1週間の走行距離ですね。その週間走行距離をさらに割る3してください。これがロング走の距離になります。150キロの人だとしたら150割る4すると 37.5 が出ます。その 37.5 を割る3すると 12.5 キロ、これが月間150キロの人がやるロング走の距離になります。これを月3回のペースで毎月行っていてください。ちょっと今ツッコミが入ったと思うんですけど、 12.5 キロってロング走じゃないじゃないか、もっと走らせてくれってツッコミが入ったと思うんですけど、やれないことはないと思います。30キロ走とかもしかして40キロ走とかやれないことはないと思います。ただ回数がこなせないと思います。1回の30キロ走の重みが重すぎて、30キロ走やったら疲れてしまう、なんなら30キロ走一発で足を痛めてしまう可能性もあります。そうすると頻度が上げれないんです。ロング走って慣れていくことで効果を発揮するものなので、たった数回やっただけでは効果発揮しないんです。むしろ怪我のリスクとか疲労が溜まっていくリスクの方が高いぐらいです。なので無理やり30キロ走とかできるかもしれないんですけど、それをやったところで効果はほとんどないと思ってください。この安全に走れるロング走の月から出た距離を月3回のペースでやっていくことしか安全に練習を継続する方法はないと思ってください。で、実際にフルマラソンを走ろうと思った時にロング走 12.5 キロだったらやっぱ少し足りないんですよ。でも足りないからといって月間150キロの方が30キロ走とかやるのは危険です。じゃあどうするかっていうと、
もう月間走行距離を育てていくしかないんですよ。そこを育てていけばロング走の距離も伸ばせるんです。なので必要なのは育てるという考え方が必要です。月間走行距離をコツコツ育てていく、安全に育てていきながら、そこが育てばこの計算式当てはめた時にロング走の距離が伸ばせるんです。でそのロング走の距離をどれだけ伸ばせるかっていうのがフルマラソンの安全なトレーニングの進め方だとタックプロは思ってます。その月間走行距離を育てていく計算式もあります。それはどういう計算かというと、月間走行距離を毎月 1.2 倍ずつ増やしていってください。この 1.2 倍というのがポイントです。 1.5 倍しちゃうとちょっと急に増えすぎて、怪我をしてしまったり、人によってはなんか300キロ走るのがいいですよっていうのを聞いて、毎月150キロだったのに急に300踏んでしまう方いたりすると思います。300踏めるかもしれないんですけど、その次の月になったら足が痛くなってしまったとか、1ヶ月2ヶ月ぐらいは300って踏めるかもしれないけど、やっぱ150の体だった方が急に300って2ヶ月ぐらい続けると、逆にもう疲れてしまってパフォーマンス落ちてくると思います。 1.2 倍ずつのペースでちょっとずつ育てていくと、安全に怪我なく月間走行距離育てていけると思います。そこが育てばロング走の距離も増えていく。ロング走は月3回のペースでレギュラーメニューとしてこなしていくのがロング走のやり方になります。なので月間走行距離をコツコツ 1.2 倍ずつ育てていきながら、この計算式で出したロング走の距離を月3回のペースでこなしていく、これが安全にマラソンを進めていくためのロング走のやり方になります。なので月間150キロランナーが今やるとしたら、ロング走の距離は 12.5 キロです。 12.5 キロを月3回やってください。で来月はそこから月間走行距離を 1.2 倍して、 1.2 倍した数字から計算したロング走をやる。またその次はそこから 1.2 倍する。そういう風にしていけば安全にコツコツ積み上げていくことができると思います。月間走行距離150キロのランナーの方は、くれぐれもレースが近づいてきたからといって30キロ走やらないようにしてください。怪我してしまう可能性が高いです。ということで今日は月間150キロランナーのロング走というお話でした。